どうも、ブヒケンとシャキーン、準備万端、クーちゃんです。ぽいぽい、ふっさふさになってきたな。はい、お肉お腹すいたね、クーちゃん。本日は、分かったよ、先にあげるよ。ちょっと待って、待ちなさい。すごいね、すごい。はい、食べなさい、クーちゃんご飯。もう本日の宴はですね、ちょっとこの間白ワインにハマったんですが、よいしょ、ちょっと美味しさが忘れられないでね、あのスーパーでいつも買ってる安いワインがあるんですけど、赤ワイン、それの白を買ってみました。で、それに合うつまみをちょっと自分で考えて作ってみました。ちょっと食べてみましょう。舞茸と豚肉とズッキーニと家庭菜園のトマト、これを塩コショウとオリーブとニンニクで炒めました。ちょっと待ちなさいね。食べてみます。やべえ、うめえ。ちょっと待って待って、こっち待って、先に枝豆くんだけ。まあいいや、ズッキーニと舞茸がうまい。ここで、うめえ。はい、そしてこれはなんかしなしななっちゃったな。冷凍庫に入っていた。ちょっと待て。では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 、ちょっと食べてみましょう。これはビールに合いますよね。ジューシー。ちょっと我慢できないので開けますね。まだ残ってるけど。いや、この間のいただき物の白ワインがあまりにも美味しかったのでね、白ワインってこんな美味しいんだという感じで、どれ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 、ちょっと待って、ビールも飲みますよ、ちゃんと。ソーセージはビールだな。で、こっちのズッキーニは白ワイン、これね、僕がいつも買ってる安いスーパーで売ってる300円ちょっとで買える赤ワインの白ワインバージョンです。待て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 よ。どう、ちょっと飲んでみようか。なんか違う。この間のと。この前もらったな、この3倍ぐらい味が強かったけどな。なんか水見て騙された、これ騙された。実はなんだこれ。これの赤ワインは美味しいんだけど、味がしねえぞこれ。料理酒みたい。騙されたかな。もうないよ、食べちゃったじゃん、クーちゃん。枝豆食え。ほら、ないでしょ、ないでしょ、ほら。ないでしょ。大丈夫、クーちゃん。クーちゃんおやつ買ってやるから、待ってろ。はい、クーちゃん、犬おやつこれでいい。これでいいね。買ってきたのよ、お兄ちゃん。ちょっと待って、くーちゃんはこれが一番好きだな。あと歯磨きガムも買ってきたから最後に食べるでよ。わかったね、わかった。そして待ちなさい、自分から机に飛び乗って取らないように。いいね。はい、そう、
なんかちょっとこの間のと違いますね、やっぱね。この前のやつ、あ、もうそっちはソーセージ、はい、おいしい。まあそんな感じでちょっとチビチビやっていきます。なんかちょっと残念だな、この前いただいたワインの空き瓶がそこに乗っかってるんですよ。じゃあダメでしょ。ちょっとネットで調べてお取り寄せしようかな、多分どっかで売ってるよね。あとソーセージクソうめえ。くーちゃんダメ、これダメ、これ辛いからダメ、くーちゃん死んじゃうよね。犬はなんか唐辛子系のものを与えると脳みそに障害が出るそうですよ、うん、どこ落とした、むすっとけん。おいしい。ソーセージとビール合うね。あーうまい、これ。まあちょっと明日からね、僕も人並みに連休を2日だけ連休を取ろうと思うので、世間の皆様は4連休ですよ。こらこら、これソーセージね、これ枝豆食え、うん、おいしい。おいしい。うんちゃん明日どこ行くね、ねえ、明日どこ行く、どこ行かした。これはこれでちょっとあれだな、なんかな、残念だな。ほらうーちゃんダメでしょ。めっちゃいくちゃん。締めの歯磨きガムを食べるうーちゃんです。うん。なんだこの白ワインは。と言いながら飲んでるわけ。なんか水っぽい澄んでる。ん？もうこっちは終わりよ。なんかな、なんか違うんですよ、この前この前飲んだのやつと。そりゃそうなんでしょうけど、味がしない、味が、いや味はあるんだけど、この前あの飲んだいただき物のやつはなんかこう、なんつって言ったらいいのかな、すごい濃厚だったんですよ。うん。でこれね、水みたい。水の中に、まあけなすわけではないんですけどね、まあこれはこれでまあね、美味しくいただいてますけど、なんか今日締めいらねえな、もうお腹いっぱいになっちゃった。なんかちょっとやっぱダメ、300円ぐらいのやつじゃダメなんでしょうね、うん、これ赤ワイン、この赤ワインの方はいつも満足してるんです、すごく。それはこの間もらって飲んだあの美味しい白ワインを飲んじゃったから、これでは満足できないのかな、